のもちゃんと全員服とかのやつですね。これこれも色が塗ってあっておしゃれだな。このこんにちは、ビーマルズの小出です。はい、今日はですねキングバイヤーに来てるんですけど、なんかこうジムニーばっかりだね。なんかジムニー屋さんになったのかな。ということで今日はこのジムニーブルーのやつを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。わあ、綺麗ですね。鮮やかなブルー。これは何ブルーって言うんだろう。ベイサイドブルーかな。ベイサイドブルーっていうのも古い名前ですよね。これこの年式がですねジムニーのなんと令和3年式、令和3年の1月登録です。なんと前回あのこの黒、これはもう令和2年でしたからね。さらに新しい車キングバイヤー仕入れてきてますね。はいはいはい、もうすごい綺麗なブルー。これ純正色なんですよ。これ鈴木はまたやるね。鈴木は僕がまあ一番大好きな、あ、まあ一応バイクなんですけどね、メーカーなんですけどね、やっぱりこうワークスカラーですね。このブルーは素敵な色だな。これはい、これはですねちょっと見ていきましょう。一応ノーマルではございません。まずねアルミホイール、これがねフューエルっていうメーカーのアルミホイールが入ってます。タイヤは BF グッドレッジオールトレインってやつですね。オールテレーンってやつですか、まあ、どこの、あのシチュエーションでも走っちゃうよっていうやつだね。サイズがこれは 245-70R16、 結構太いんだね。ごっつん入ってますね。まだこのポチポチがあるぐらいだからね。内装内側も結構入ってますね。はい、で一応このアルミホイールが入って、フロント周りこんな感じになってます。グリルはスズキこっちのパターンと、ちょっとメッシュっぽくなったやつと2種類あるっぽいんですけど、ちょっとこれは5分けになってるやつかな。こっちねこのメッシュになってて、これちなみにグレードは、セーフティーサポート XL4WD ってやつですね。セーフティーサポートで、一応これもあのフロントガードが入ってますね。ごっついやつ。これもメーカーがねどこなんだろう。またちょっとこのご案内はしときますけど、このごっついフロントガードが入ってますね。これは一応純正で入っているボールですね。でお決まりのようにそのルーフキャリア、これはね前回のやつにもこれあれに言ってて、これ同じかな、これ同じだね。前回黒と黒の紹介したのと同じ GI ギア製だと思いますね。全く同じなんで。でこれが、リアラダーですね、四駆はもうおなじみですね。リアラダー、ここに登ってここに荷物を置くというのが主流になってます。これはこれはですね、オフロードグリルガードっていう形になってますね、これね。オフロード用のグリルガード、あっちは純正なんだね。あ、なるほど。
とはもう大体もうこの車の走行がなんと50キロです。72キロになりましたね。この車の走行がなんと72キロ、すごいですね。でこれはモニターが入ってます。なんだろう、これもうスマートフォンの連動するやつですね。スマートフォン連動対応モニター、オーディオがついてますね。これなんとオートマなんですよ。今回はオートマです。マニュアルじゃなくてオートマで、オートマ車線の変更の音のアラームがついてるんだね。で衝突防止機能もついてたりして、ちょっと違うんですね。後ろはここで、一応ここにダンパーがあるんでプランプランはしないようになってるんだね。やっぱりスペースあっていいね。欲しいな。100万ぐらいだったら全然買うんだけどな。そんなわけねえだろって話ですよ。うわー、もう新車の香りですよ、匂いが。これもすごいね。ここがパカッて開くんですよね。ここに小物が入る。ここからは開かねえのか。ここに一応なんかちょっと小物が入るスペースになってますね。でね、足回りも GI ギアの認知アップかな、これ。1.5 インチアップキットってのがあります。で、このテンションロッドと、いやこれは今度おしゃれだね。色がまたおしゃれですよね。こういう四駆のインチアップって素晴らしいですね。で、ライト、フォグランプとライトですね。こういうのもちゃんと電気フックとかのやつですね。これも色が塗ってあっておしゃれだな。この感じで見ると、ここもボディと同じ色、まあ、下回りもなんか100% じゃないんですけど、20% ぐらい色が入ってるんですね。めっちゃ綺麗だな。エンジンルーム見てみましょうかね。72キロだからね、新車です。うわ、このエンジンのダイナムだったり、ここら辺のレーサー見てくださいこれ。うわ、もう新品。こんだけ綺麗だと、俺新車って乗ったことないんで。まあ、こうちっちゃいターボ、タービンがこれついてますね。これね、これがタービンですね。
こんなちっちゃいキャビンでもやっぱちゃんときちっとあの役割を果たしてくれてるんですね。すごい。で一応これオートマなので一応安全装置がついてるっていうことは、ここをまあここら辺で前を感知して安全装置が働くんですね。これね、シートは前のシートカバーをかぶってたけど、これが本来の純正カバーですね。これね、うわこれなんか外すのもったいない。こういう黒に黄色いこのポイントが入ってるやつね、ドットみたいな、こんな感じ。さあ行きましょう。これね、これが衝突安全機能ですね。これが車線変更したときにちょっとずれてるぞっていうやつですね。ここにミラーとでこれが、はい、でこれが前あのお伝えしたあの前が下っている坂のときに、落ちていかないように、これはねあの逆のやつですね。あれ逆かな、これなんかこれ最近のこのモニターっていうのはスマートフォン対応のモニターオーディオなんで、スマートフォンと連動してこれが操作できるようになってるんでしょうね。やっぱ今最近はもう全てこういうのなんですね。もう昔のナビなんてもう古いよね。もう時代は変わりますね。これはギア、あの4駆と2駆の切り替えになるんですね。でこれがシートヒーターのスイッチやっぱさすがにこれにはあのマニュアルモードっていうのはないですね。オートマの中でもドライブと2速ローっていうのがあって、っていうふうに分かれてるみたいですね。おーすごいな、広いよねやっぱりね。助手席の方が、こんな感じですね。ちょっと踏んでみましょうかね。ちょっと踏んでみましょうかね。うん、やっぱこう滑らかな加速していくっていう感じの加速しかないんですね。マニュアルとオートマの差っていうのはこんなところなんだろうな。やっぱジブリのノーマルだとやっぱもうちょっと車高も低いですし、もうちょっと違う乗り心地なんじゃないかなっていう気はしますね。 1.5 インチだけ高くなってるんで、その分やっぱりこう不安定感は増すと思うんだよね。その分硬くしてあるんで、ちょっとノーマルよりはガタガタを拾ってる感じはしますね。ちょっとふんわふわっとした感じは。でもこれがジムニーです。これがジムニーでおしゃれなところですよね。インチアップしてちょっとタイヤごっついの履いてルーフキャリアして、いやあの人アウトドア好きなんだろうなっていうイメージね。しかもこの車のブルーの鮮やかったらないっすよ。もう他の走ってる車のブルーと全然違うもんね。これはいいですね。またこの車もまだ今新車で頼んでも、納車がもう多分1年後ぐらいになっちゃうと思うんで、今のこの時期ですかね。それにそのさらにこうちょっとチューニングしてある
チューニングパーツが入ってるっていうのを考えると最高に男じゃないでしょうかね。めちゃめちゃいい車ですね。どうですこのジムニー、ジムニーシリーズ、こちらの車も見てくれっていうんであればどんどん言ってください。コメントに入れてもらえばすぐインプレッションします。こちらねまだ金額とか出ておりません。入りたてほやほやです。もう早々からもうぜひ欲しいっていう方はキングバイヤーまで連絡ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。頑張りますんで、それではまた。